東京医工、東京大学、京都大学、一橋大学、東京工業大学、日本最難関の国立四大学で、言わずと知れた大学界の四天王、研究力や教育力など、最上位の魅力を兼ね備えている。地方で一つ橋や東工大に進学したというと、どくそれ?という顔をされるのはもはやご愛嬌だ。九帝国大学、九帝、東京大学、京都大学、大阪大学、名古屋大学、東北大学、北海道大学、九州大学、各地方のトップ大学で構成。帝国大学令によって設立された日本で最も古く歴史のある大学群である。3番目以降の序列争い議論は今日もまだ終わらない。早慶、早稲田大学、慶応義塾大学、私立大学最難関として君臨し、九帝大志望者の滑り止めとしてもよく使われる。特に早稲田大学は高校生人気が非常に高い。早慶上理 ICU、早稲田大学、慶応義塾大学、上智大学、東京理科大学、国際キリスト教大学、早慶に次ぐ難関次第をくっつけた大学群。だが、早慶との難易度の乖離が大きく、もはや仕事する声も。九三小大、三大商科大、一橋大学、神戸大学、大阪公立大学、戦前に設立された高等商業学校、高商、保全神とする三校で構成される大学群。経済学部、経営学部、商学部、工学部といった社会科学系学部は力があり、いずれの大学も高い入試難易度を誇る。四大学連合、一橋大学、東京外国語大学、東京医科歯科大学、東京工業大学、東京を拠点とする丹波の国立大学である4校が締結した四大学連合憲章に基づく総合教育研究プログラムの通称。四大学連合の目的は、連合を構成する各大学が、それぞれ独立を保ちつつ研究教育の内容に応じて連携を図ることで、これまでの高等教育で達成できなかった新しい人材の育成と、学際領域、複合領域の研究教育のさらなる推進を図ることである。東京六大学、東京大学、早稲田大学、慶応義塾大学、明治大学、法政大学、立教大学、東京六大学野球連盟に加盟所属する6校の大学を指し示す大学群。野球のファンにも東京六大学間で連盟を組み、互いに協力し、大学、学生間の交流活動を行う連盟が存在。筑陽地、筑波大学、横浜国立大学、千葉大学、茨城県、神奈川県、千葉県をそれぞれ代表する難関国立総合大学。県内はもちろん、県内からも非常に高い人気を誇り、総合大学ゆえに学部の選択肢が非常に多いのもポイント。突起、筑波大学、御茶ノ水女子大学、千葉大学、神戸大学、横浜国立大学。とある塾関係者が近年 YouTube に投稿した動画にて提唱した新たな大学群で、九帝大に次ぐ難易度を誇る国公立大学を選抜。今後定着していくかどうか注目しよう。金岡市広、金沢大学、岡山大学、千葉大学、広島大学。各地方で存在感を放つ順南韓国立大学の中でも代表的な総合大学4校で構成された大学群。九帝大には劣るものの、偏差値、人気度のに高く、特に金沢大学、岡山大学、千葉大学は医学部、広島大学は教育学部の評価が高い。九六医大、金沢大学、岡山大学、千葉大学、新潟大学、長崎大学、熊本大学。1919年の大学令施行により、国によって設置された旧管理大学の中でも、特に医学分野の専門家の育成を目的として医学専門学校を前身とした6つの医科大学で構成される大学群。国公立大学医学部の中で九六医大は九帝大の次に歴史があり、戦前から各地域の先頭に立ち、現在においても日本の医療に大きな貢献を果たしている。連の名線、電気通信大学、東京農工大学、名古屋工業大学、京都工芸繊維大学、工学部系をメインとした専門職の強い大学群で、様々な研究、開発が活発に行われており、大学院進学率が高く、充実した設備で研究に打ち込める。偏差値に対して知名度が低くあまり聞いたことがない人も多いようだが、就職においては主に理工系の企業を中心に高い評価を得る実力派の大学が揃っている。マッチ、G マッチ、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学、東京都に本部を置く難関私立大学群の頭文字を取って1960年代に考案された大学群で、人気、知名度ともにトップクラスを誇る。近年ではその派生として学習院大学の字を加えた G マッチも存在する。スマート、上智大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、東京理科大学。マッチの難易度のばらつき、
ジョッジ大学の推薦は副大による難易度低下によってあらぬに編成された大学群。まだまだマッチに知名度で大きく及ばないものの、今後大きく有名になる可能性を秘めている。なお、ジョッジが S として採用されているのは英名がソフィアユニバーシティであるためである。半官同率、関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学。関西における難関私立大を集めた関西版マッチとも呼べる大学群。関西における難関私大は関東と比べ数が少ないこともあり、京都大学、大阪大学、神戸大学のスピードウィンも使われる。OS、埼玉大学、新潟大学、静岡大学、信州大学、滋賀大学。一般的な四国公立大よりも頭一つ抜けた難易度を集めた大学群。信州大学の繊維学部、滋賀大学のデータサイエンス学部、新潟大学の創生学部など特色ある学部が設置されているのも大きな特徴。スターズ、佐賀大学、鳥取大学、秋田大学、琉球大学、島根大学。国立大学の中でも比較的合格しやすい大学を集めた大学群。その地域内での就職に強く、地域とのつながりを意識した学部学科を設置し、連携、貢献を行っている大学も。北北州流出、北海道教育大学、北見工業大学、秋田大学、琉球大学、室蘭工業大学。北海道、秋田県、沖縄県などの地理的に遠かったり、気候的に切り裂ったりするために、スターズ同様、入りやすい国立大学で構成された大学群。国立大学群の中では最も優しい。四高大、芝浦工業大学、東京電機大学、東京都市大学、工学院大学。高い就職実績を持ち、東京日本部キャンパスを設置したり、後継私立大学4校で構成される大学群。単位母艦制度や特別推薦入試制度、大学院の総合開放など各大学が連携を図っているのも大きなポイント。日東コモセン、日本大学、東洋大学、駒沢大学、専修大学。1960年代から学部学科の増設や定員枠の拡大などによる急速な規模拡大から注目を浴び、建設時代編集長が一括して呼称し始めたことに由来し、知名度は日本トップクラスと言っても過言ではない大学群。近年では東洋大学の人気が高まっており、ややレベル的には抜け始めている。生成名学6国務、成城大学、成蹊大学、明治学院大学、獨協大学、國學院大学、武蔵大学。マッチと日東コモセンの間に属する大学群。知名度こそ低いものの小規模な大学が揃い、日本でも珍しい民族学を学ぶ成城大学の文芸学部文化史学科、ドイツ語を専門的に学べる獨協大学の外国語学部ドイツ語学科、ゼニは武蔵という異名がつくほどゼニに力を入れている武蔵大学など尖った特徴を持っているので、私立文系志望者には一考の余地がある。参勤交流、京都産業大学、近畿大学、江南大学、龍谷大学。近畿地方では関関同率に次ぐ中堅私立大学群。同じ中堅私立大である日東コモセンとよく比較され、特に近畿大学は人気、難易度ともに高い。外外傾向物、関西外国語大学、京都外国語大学、大阪経済大学、大阪工業大学、仏教大学。関西の中堅私立大学を求めた大学群。外国語大学や工業大学など専門分野に特化した大学が多いが、資格、免許取得に強い仏教大学、ゼニューの少人数授業とインターンシップに力を入れる大阪経済大学などその特色は様々。愛明中、愛知大学、愛知学院大学、名城大学、中京大学。愛知県内に所在する中堅私立大学4校で構成される大学群。愛知県、中部地方では知名度が高いことに加え、学生数が多く、地元、愛知県内の企業への就職率も高い。特に名城大学は理系の専門資格にも強く、一級建築士合格者数は東海地方ナンバーワン、薬剤師国家試験の合格率は私学でトップクラスである。大東亜帝国、大東文化大学、東海大学、亜細亜大学、帝京大学、国士舘大学。日東コモセンの滑り止めヒットとなるレベルに当たる大学群。だがその実態は、レアな書道学科のある大東文化大、20の学部を持つマンモス校の東海大、スポーツが強い国士舘大などタレント揃いだ。摂津地と、摂南大学、神戸学院大学、大手門学院大学、桃山学院大学。関西版大東亜帝国、参勤交流の滑り止めヒットに当たる大学群。ちなみに桃山学院大学は立教大学の市内校に当たる大学である。チャツコントン、お茶の水女子大学、津田塾大学、日本女子大学、東京女子大学。いわゆる私立女子大御三家と難関国公立大のお茶の水女子大を組み合わせた東京にキャンパスを置いた女子大を指す大学群。いずれも年頭ある女子大で、人気、知名度、偏差値いずれも女子大の能力は高い。
先生シラフ、精神の師大学、聖戦の師大学、白百合女子大学、フリスの学院大学、東京、神奈川のいずれにあるお嬢様女子大というイメージを持たれる女子大を集めて構成された大学群。なお、3S という精神の師大、聖戦の師大、白百合女子大をまとめた大学群も存在している。関西市女子大学、京都女子大学、向川女子大学、神戸女学院大学、同志社女子大学、奈良女子大に続く関西の女子大を取り上げた大学群。関西においてはある程度の知名度と権力を持つ女子大たちなので、関西在住の JK の方は選択肢の一種として検討してみよう。女子大御三家、津田塾大学、東京女子大学、日本女子大学。昭和の時代から日本最難関の私立女子大として定着している大学群。女子大不人気により時代の流れがその地位を落としてしまったという不遇の歴史があるが、現代においてもその学府、イメージの良さもあって大手企業への就職率は G マッチ水準を堅守している。偏差値の割には就職の良い、つまりコスパの良い大学群と知られているので、ぜひ JK は積極的に検討してみよう。私立医学部御三家、慶応義塾大学、東京慈恵医科大学、日本医科大学。明治時代に設立され、日本の医学に大きく貢献してきたという歴史。さらには戦時中も宮廷大と等しく医療を支えてきた功績をたたえ御三家と称される。偏差値が高い、私立医学部の中では学費が安い、充実した施設を持っており、近年ではハイレベルな医学教育も魅力として、受験生が増加し入試難易度が一段と上がった順天堂大学も加えて私立医大四天王とされる。関東上流江戸桜、関東学園大学、上武大学、流通経済大学、江戸川大学、桜美林大学。大東亜帝国のワンランク下に位置する大学群で、一般層の知名度はそこまで高くない。桜美林大学以外は千葉や群馬、茨城にキャンパスを置いているので、都内の喧騒に揉まれなくない人はいいかもしれない。